夏目漱石琴の空、ね、珍しいね久しく来なかったじゃないかと津田君が出過ぎたランプの方を細めながら訪ねた津田君がこう言った時要ははち切れて膝頭の出そうなズボンの上で相馬焼きの茶碗の糸底を 3本指でぐるぐる回しながら考えたなるほど珍しい2いない。この正月に顔を合わせたぎり花盛りの今日まで津田くんの下宿を訪問したことはないきようきようと思いながらつい忙しいものだからそりゃあ忙しいだろうなんと言っても学校にいたうちとは違うからねこのごろでもやはり午後6時までかい まあ、大概そのくらいさうちへ帰って飯を食うとそれなり寝てしまう勉強どころか湯にもろくろく入らないくらいだと要は茶碗を畳の上へ置いて卒業が恨めしいという顔をしてみせる津田くんはこの一言に少々同情の念を起こしたと見えてなるほど少し痩せたようだぜよほど苦しいのだろう 気のせいか当人は学士になってから少々太ったように見えるのが尺に触る机の上に何だか面白そうな本を広げて右のページの上に鉛筆で宙が入れてあるこんな暇があるかと思うと羨ましくもありいまいましくもあり同時に我が身が恨めしくなる君は相変わらず勉強で結構だその読みかけてある本は何かね ノートなどを入れてだいぶ丁寧に調べているじゃないかこれか何これは幽霊の本さと津田君はすこぶる平気な顔をしているこの忙しい世の中にはやりもせぬ幽霊の書物を済まして愛読するなどというのはのんきを通り越して贅沢の沙汰だと思う僕も気楽に幽霊でも研究してみたいが。 どうも毎日芝から小石川の奥まで帰るのだから研究はおろか自分が幽霊になりそうなくらいさ考えると心細くなってしまうそうだったねつい忘れていた「どうだい新状態の味は一個を構えるとおのずから主人らしい心持ちがするかね」と津田君は幽霊を研究するだけあって心理作用に立ち入った質問をする あんまり主人らししいい心持ちもしないさ。やっぱり下宿の方が気楽でいいようだあれでも万事整頓していたら旦那の心持ちという特別な心持ちになれるかもしれんが何しろ心中のやかんで湯を沸かしたりブリッキの金だらいで顔を洗っているうちは主人らしくないからなと実際のところを白状するそれでも主人さ これが俺のうちだと思えば何となく愉快だろう所有ということと相席ということは大抵の場合において伴うのが原則だからと津田君は心理学的に人の心を説明してくれる学者というものは頼みもせぬことをいちいち説明してくれるものである俺のうちだと思えばどうか知らんが点で俺のうちだと思いたくないんだからね それは名前だけは主人に違いないなさ。だから門口にも僕の名刺だけは貼り付けておいたがね7円50銭の家賃の主人なんざ主人にしたところが見事な主人じゃない主人中の続貫なるものだね主人になるなら直任主任か少なくとも送任主人にならなくっちゃ愉快はないさただ下宿の自分より面倒が増えるばかりだ と深くも考えずに浮気の不平だけを発表して相手の景色を伺う向こうが少しでも同意したらすぐ不平の誤陣を繰り出すつもりであるなるほど真理はその辺にあるかもしれん下宿を続けている僕と新たに一個を構えた君とはおのずから立脚地が違うからなと言語はすこぶる難しいが とにかく世の説に賛成だけはしてくれるこの模様ならもう少し不平を陳列しても差し支えはないまず家へ帰るとばあさんが横閉じの帳面を持って僕の前へ出てくる「こんにちはお味噌を3銭大根を2本うずら豆を1銭5輪買いました」と精密なる報告をするんだ厄介極まるのさ。 極まるならよせばいいじゃないか。と津田くんは下宿人だけあって無造作なことを言う「僕はよしてもいいがばあさんが承知しないから困るそんなことはいちいち聞かないでもいいからいい加減にしてくれ」と言うと「どういたしまして奥様のいらっしゃらないおうちでお台所を預かっております以上は一線一輪でも間違いがあってはなりません」って ガンとして主人の言うことを聞かないんだからね。それじゃあ、ただうんうん言って聞いてるふりをしていりゃよかろう。津田君は外部の刺激のいかんに関せず、心は自由に働き得ると考えているらしい。心理学者にも似合わしからぬことだ。しかしそれだけじゃないのだからな。精密なる会計報告が済むと、今度は、 明日のおかずについて綿密な式を仰ぐのだから弱る見計らってこしらえろと言えばいいじゃないかところが当人見計らうだけにおかずに関して明瞭なる観念がないのだからしかたがないそれじゃあ君が言いつけるさおかずのプログラムぐらいわけないじゃないかそれがたやすくできるくらいなら苦にはならないさ 僕だっておかず状の知識はすこぶる乏しいやね。明日のおみをつけの実は何にいたしましょうと来ると最初から即答はできない男なんだから。なんだいおみをつけというのは。味噌汁のことさ。東京のおばあさんだから東京流におみをつけというのだ。まずその汁の実を何にいたしましょうと聞かれると。 身になりうべきものを秩序正しく並べた上で選択をしなければならんだろういちいち考え出すのが第一の困難で考え出した品物について取捨をするのが第二の困難だそんな困難をして飯を食っているのは情けないわけだ君が特別に好きなものがないから困難なんだよ2個以上の物体を同等の程度で考をする時は 決断力の上にちどんだる影響を与えるのが原則だとまた分かりきったことをわざわざ難しくしてしまうみそ汁の実まで相談するかと思うと妙なところへ干渉するよええー、やはり食い物状にかねうん毎朝梅干しに白砂糖をかけてきて是非一つ食えって言うんだがね これを食わないとばあさんすこぶるご機嫌が悪いのさ食えばどうかするのかい何でも薬病よけのまじないだそうだそうしてばあさんの理由が面白い日本中どこの宿屋へ行っても朝梅干しを出さないところはないまじないがきかなければこんなに一般の習慣となるわけがないと言ってとくいに梅干しを食わせるんだからなあ なるほど、それは一理あるよ。すべての習慣はみんな相応の効力があるので維持せられるのだから、梅干しだって一概にバカにはできないさ。なんて君までばあさんの肩を持った日にゃ、僕はいよいよ主人らしからざる心持ちになってしまわ。と、飲み差しの巻き草を火鉢の灰の中へ叩き込む。燃え残りのマッチの血の中に白いものがガサと動いて、 斜めに一の字ができる。とにかく弓兵なばあさんなんだな弓兵は特に卒業して迷信ばばあさ何でも月に23面は伝通院あたりの何とかいう坊主のところへ相談に行く様子だ親類に坊主でもあるのかい何坊主が小遣い取りに占いをやるんだがね その坊主がまた余計なことばかり言うもんだから始末に行かないのさ。現に僕が家を持つ時なども、鬼門だとか、八方塞がりだとか言って大いに弱らしたもんだ。だって、家を持ってからそのばあさんを雇ったんだろう。雇ったのは引っ越す時だが、約束は前からしておいたのだからね。実はあのババアも四谷の宇野の世話で、 これなら大丈夫だ。一人で留守をさせても心配はないと母が言うから決めたわけさそれなら君の未来のサイくんのおっかさんのお眼鏡で人選に預かったばあさんだから確かなもんだろう人間は確かにそういないが迷信には驚いた何でも引っ越すという3日前に例の坊主のところへ行って見てもらったんだそうだすると坊主が 今本郷から小石川の方へ向いて動くのは甚ははだよくないきっと八討ちに不幸があると言ったんだがね余計なことじゃないか何も坊主のくせにそんな知ったふうな黄言をはかんでものことだねしかしそれが商売だからしようがない商売なら勘弁してやるから金だけもらって当たり障りのないことをしゃべるがいいや そう怒っても僕のトガじゃないんだかららしはあかんよその上若い女をたたるとおまけをつけだしたんださあばあさん驚くまいことか僕のうちに若い女があるとすれば近いうちもらうはずのうのの娘にそういないと自分で見解を下して一人で心配しているのさだってまだ君のところへは来んのだろこんうちから心配をするから取り越し苦労さ なんだかシャレか真面目か分からなくなってきたぜまるでお話にもなりゃしないところで近頃僕の家の近辺で野良犬が遠ぼえをやりだしたんだ犬の遠ぼえとばあさんとは何か関係があるのかい僕には連想さえ浮かばんがと津田君はいかに得意の心理学でもこれは説明ができにくいとちょっと前を寄せる 要はわざと落ち着き払ってお茶を一杯という相馬焼きの茶碗は安くて俗なものである元は貧乏士族が内職に焼いたとさえ伝聞している津田君が三十問目の出柄をなみなみこの安茶碗に継いでくれた時要はなんとなく嫌な心持ちがして飲む気がしなくなった茶碗の底を見ると加納方言元信流の馬が勢いよく跳ねている 安いににあわず活発な馬だと感心はしたが馬に感心したからといって飲みたくない茶を飲む義理もあるまいと思って茶わんは手に取らなかった「そう、飲みたまえ」と津田くんが促す「この馬はなかなか勢いがいいあの尻尾を振ってたてがみを乱しているところはノンマだね」と茶を飲まない代わりに馬を褒めてやった。 冗談じゃなばあさんが急に犬になるかと思うと犬が急に馬になるのは激しいそれからどうしたんだとしきりに後を聞きたがる茶は飲まんでも差し支えないこととなるばあさんが言うにはあの鳴き声はただの鳴き声ではない何でもこの辺りに変があるにそういないから用心しなくてはいかんというのさ しかし、用心をしろと言ったって、別段用心の使用もないから、売っちゃっておくから構わないが、うるさいには平行だ。そんなに泣き立てるのかいなに、犬はうるさくもなんともないさ。第一、僕はぐうぐう寝てしまうから、いつどんなに吠えるか全く知らんくらいさ。しかし、ばあさんの訴えは、僕の起きているときを選んでくるから面倒だね。なるほど。 君の寝ている時をよっておきをおつけ遊ばせとも言うまいところへ持ってきて僕の未来の才君が風邪をひいたんだねちょうどばあさんのおあつらえどおりに事件が服装したからたまらないそれでもうののお嬢さんはまだ四谷にいるんだから心配せんでもよさそうなものだそれを心配するから迷信ばばあさ あなたがお移りにならんとお嬢様のご病気が早くご全快になりませんからぜひこの月中に方楽のいいところへご転拓遊ばせというわけさ。とん大預言者に捕まって大迷惑だ。移るのもいいかもしれんいよ。馬鹿言ったらこの間越したばかりだね。そんなにたびたび引っ越しをしたら死んだい限りをするばかりだ。 しかし病人は大丈夫かい君まで妙なことを言うぜ。少々デンズインの坊主にかぶれてきたんじゃないかそんなに人を脅かすもんじゃない。脅かすんじゃない。大丈夫かと聞くんだ。これでも君のイ君の身の上を心配したつもりなんだよ。大丈夫に決まってるさ。咳は少し出るがインフルエンザなんだもの。インフルエンザ と津田君は突然世を驚かすほど大きな声を出す今度は本当に脅かされて無言のまま津田君の顔を見つめる「よく注意したまえ」と憎めは低い声で言った初めの大きな声に反してこの低い声が耳の底を突き抜けて頭の中へシンと染み込んだような気持ちがする「なぜだかわからない」 細い針は根まで入る。低くても通る声は骨に応えるのであろうへきるりの大空に瞳ほどな黒き点をはたと打たれたような心持ちである消えてうせるか溶けて流れるか婿山おろしにならぬとも限らぬこの瞳ほどな天の運命はこれから津田君の説明で決せられるのである 要は覚えず相馬焼きの茶碗を取り上げて冷たき茶を一時にぐっと飲み干した「注意せんといかんよ」と津田君は再び同じことを同じ調子で繰り返す瞳ほどな点が一段の黒みを増すしかし流れるとも広がるとも片付かぬ縁起でもない嫌に人を驚かせるぜ。 ハハハハハと無理に大きな声で笑ってみせたが歩の抜けた勢いのない声が無意味に響くのでバながら気が付いて中途でピタリとやめたやめると同時にこの笑いがいよいよ不自然に聞かれたのでやはり姉妹ま,まで笑い切ればよかったと思う津田君はこの笑いを何と聞いたかしらん再び口を開いた時は 依然として以前の調子であるいや実はこういう話があるついこの間のことだが僕の親戚の者がやはりインフルエンザにかかってね別段のことはないと思っていい加減にしておいたら1週間目に肺炎に変じてとうとう1ヶ月経たないうちに死んでしまったその時の医者の話さ この頃のインンフルエンザはちが悪い。じきに肺炎になるから用心をせんといかんと言ったが実に夢のよさかわいそうだね。と言いかけて嫌な寒い顔をするへえそれはとんだことだったどうしてまた肺炎などに変じたのだと心配だから参考のため聞いておく気になる。 どうしてって別段の事情もないのだがそれだから君のも注意せんといかんというのさ本当だねと余は満腹の真面目をこの4文字に込めて津田くんの目の中を熱心にのぞき込んだ津田くんはまだ寒い顔をしている嫌だ嫌だ考えても嫌だ22やんで死んでは実につまらんからね しかも夫は戦争に行ってるんだからほう女かそりゃあ気の毒だなあ軍人だねほう夫は陸軍中尉さ結婚してまだ一年にならんのさ僕は通夜にも行き葬式にも立ったがその夫人のおっ母さんが泣いてね泣くだろう誰だって泣かあ ちょうど葬式の当日は雪がちらちら降って寒い日だったがお経が済んでいよいよ棺を埋める段になるとおっかさんが穴のそばへしゃがんだぎり動かない雪が飛んで頭の上がまだらになるから僕がコウモリをさしかけてやったそれは関心だ君にも似合わない優しいことをしたものだだって気の毒で見ていられないもの そうだろう、だろと要はまた方言元信の,の馬を見る自分ながらこの時は相手の寒い顔が伝染しているにそういないと思ったとっさの間に死んだ女の夫のことが聞いてみたくなるそれでその夫の方は無事なのかね夫は黒木軍についているんだがこの方はまあ幸いに怪我もしないようだ さいくんが死んだという放置を受け取ったら、さぞ驚いたろう。いや、それについて不思議な話があるんだがね。日本から手紙の届かない先に、さいくんがちゃんと亭主のところへ行っているんだ。行っているとは？会いに行ってるんだ。どうして？どうしてって、会いに行ったのさ。会いに行くにも何も。 当人死んでるんんじゃないか死んで会いに行ったのさバカ言ったらいくら亭主が恋しいったってそんな芸が誰にできるもんかまるで林家正蔵の階段だいや実際行ったんだからしょうがないと津田君は教育ある人にも似合わず頑固に愚なことを主張する しょうがないってなんだか見てきたようなことを言うぜかしいな君本当にそんなことを話してるのかいむろん本当さこりゃ驚いたまるで僕のうちのばあさんのようだばあさんでもじいさんでも事実だからしかたがない津田くんはいよいよ躍起になる どうも世にはからかっているようにも見えないはてな真面目で言っているとすれば何かいわくのあることだろう津田君と世は大学へ入ってからかは違ったが高等学校では同じ組にいたこともあるその時世は大概四十何人の末席を汚すのが例であったのに先生は毅然として常に23番目を下らなかったところを持ってみると 頭脳は世よりも356枚型名積に添いないその津田君が躍起になるまで弁護するのだからまんざらのでたらめではあるまい世は法学詩である国家の事件をありのままに見て常識で裁いていくより他に資料を巡らすのはあたわざるよりもむしろ好まざるところである幽霊だ たたりだ因縁だなどと雲をつかむようなことを考えるのは一番嫌いであるが津田君の頭脳には少々恐れ入っているその恐れ言っている先生が真面目に幽霊団をするとなると世もこの問題に対する態度を義理にも改めたくなる実を言うと幽霊と雲助は維新以来永久廃業したものとのみ信じていたのである しかるにさっきから津田君の様子を見るとなんだかこの幽霊なるものが世の知らぬ間に再興されたようにもあるさっき机の上にある書物は何かと尋ねた時にも幽霊の書物だとか答えたと記憶するとにかく損はないことだ忙しい世にとってこんな機会はまたとあるまい高額のため話だけでも拝聴して帰ろうとようやく腹の中で決心した 見ると津田君も話の続きが話したいという風である。話したい聞きたいとことが決まればわけはない。関水は依然として正南に流れるのが仙子の法則だ。だんだん聞きだしてみると、その妻というのが夫の出世前に誓ったのだそうだ。何を？もし万一オルス中に病気で死ぬようなことがありましても。 ただは死にませんて「へえ<ー>必ず金箔だけはおそばへ行ってもういっぺんお目にかかります」と言った時に主人は軍人で来楽な気性だから笑いながら「よろしいいつでも来なさい戦の見物をさしてやるから」と言ったぎり満州へ渡ったんだがね。 その後そんなことはまるで忘れてしまって一向気にもかけなかったそう,そうだそうだろう僕なんざ戦に出なくっても忘れてしまうわそれでその男が出立する時崔く君がいろいろ手伝って手荷物などを買ってやった中に懐中持ちの小さな鏡があったそうだはあ君は大変詳しく調べているな何 あとで戦地から手紙が来たのでその顛末が明瞭になったわけだがその鏡を先生常に懐中していてねおうん。ある朝例のごとくそれを取り出して何心なく見たんだそうだするとその鏡の奥に映ったのがいつもの通りひげだらけな赤字見た顔だろうと思うと不思議だね 実に妙なことがあるじゃないかどうしたい青白いサイくんの病気にやつれた姿がスーッと現れたというんだがねいやそれはちょっと信じられんのさ誰に聞かしても嘘だというさ現に僕などもその手紙を見るまでは信じない一人であったのさしかし向こうで手紙を出したのは無論 こちらからかのの通知の言った3週間も前なんだぜ。嘘をつくったって嘘にする材料のない時ださそれにそんな嘘をつく必要がないだろうじゃないか死ぬか生きるかという戦争中にこんな小説じみたのんきなホラーを書いて国元へ送るものは一人もないわけださそりゃあないと言ったが実はまだ半信半疑である 半信半疑であるがなんだかものすごい気味の悪い一言にして言うと方角詩に似合わしからざる感じが起こったもっとも話はしなかったそうだ黙って鏡の内から夫の顔をしげしげ見つめた義理だそうだがその時夫の胸の内に決別の時細君の言った言葉が渦のように忽然と湧いて出たというんだがそりゃそうだろう。 焼きごてで脳みそをじゅっと焼かれたような心持ちだと手紙に書いてあるよ妙なことがあるもんだな手紙の文句まで引用されるとぜひとも信じなければならぬようになるなんとなく物騒な気合であるこの時津田君がもしわっとでも叫んだら世はきっと飛び上がったにそういないそれで時間を調べてみると くんが息を引き取ったのと夫が鏡を眺めたのが同日同刻になっているいよいよ不思議だなこの時に至っては真面目に不思議と思い出したしかしそんなことがありうることかなと念のため津田くんに聞いてみるここにもそんなことを書いた本があるがね と津田君はさっきの書物を机の上から取り下ろしながら近頃じゃありえるということだけは証明されそうだよと落ち着き払って答える法学者の知らぬ間に心理学者の方では幽霊を再興しているなと思うと幽霊もいよいよバカにできなくなる知らぬことには口が出せぬ知らぬは無能力である 幽霊に関しては法学士は文学士に盲盾しなければならぬと思う遠い距離においてある人の脳の細胞と他の人の細胞が感じて一種の科学的変化を起こすと僕は法学士だからそんなことを聞いても分からん要するにそういうことは理論上あり得るんだね世のごとき頭脳不透明なるものは 理屈を受けたまわるより、結論だけ飲み込んでおく方が簡便である。ああ、つまりそこへ帰着するのさ。それに、この本にも例がたくさんあるのがねそのうちで、ロード・ブローアムの見た幽霊などは、今の話とまるで同じ場合に属するものだ。なかなか面白い。君、ブローアムは知ってるだろう。ブローアムブローアムとは何だい 英国のどうりで知らんと思った僕は自慢じゃないが文学者の名なんかはシェイクスピアとミルトンとそのほかに23人しか知らんのだ津田君はこんな人間と学問上の議論をするのは無駄だと思ったかそれだから宇野のお嬢さんもよく注意したまいということさと話を元へ戻すうん注意はさせるよ しかし万一のことがありましたらきっとお目にかかりにあがりますなんて誓いは立てないのだからその方は大丈夫だろうとおっしゃれてみたが心の内はなんとなく不愉快であった時計を見ると11時に近いこれは大変うちではさぞおばあさんが犬の遠吠えを苦にしているだろうと思うと一刻も早く帰りたくなる いずれそのうちばあさんに近づきになりに行くよという津田くんにごちそうするからぜひ来たまえと言いながら下宿を出る我からと惜しげもなく咲いた彼岸桜にいよいよ春が来たなと浮かれだしたのもわずか23日の間である今では桜自身さえ早まったと後悔しているだろう生ぬるく棒を吹く風に 釣り際からにじみ出す油と粘りつく砂ほこりを一緒に拭い去ったおとといのことを思うとまるで去年のような心持ちがするそれほど昨日から寒くなった今夜は一層である「さえ帰るなどという自説でもないのにバカバカしい」と街灯の襟を立てて盲話学校の前から植物園の横をだらだらと降りた時どこでつくねだか 夜の中に波を描いて静かな空をうねりながら来る11時だなと思う時の鐘は誰が発明したものかしらん今までは気がつかなかったが注意して聞いてみると妙な響きである一つ音が粘り強い餅を引きちぎったようにいくつも割れてくる割れたから縁が絶えたかと思うと細くなって次の音につながる つながって太くなったかと思うとまた筆の穂のように自然と細くなるあの音は嫌に伸びたり縮んだりするなと考えながら歩くと自分の心臓の鼓動も鐘の波のうねりとともに伸びたり縮んだりするように感じられるしまいには鐘の音に我が呼吸を合わせたくなる今夜はどうしても方角しらしくないと足早に交番の角を曲がるとき 冷たい風に誘われてぽつりと大粒の雨が顔に当たる極楽水はやに陰気なところである近頃は両側へ長屋が立ったので昔ほどさみしくはないがその長屋が左右とも激然として空き家のように見えるのはあまり気持ちのいいものではない貧民に活動はつきものである 働いておらぬ貧民は貧民たる本性を逸失して生きたものとは認められぬ世が通り抜ける極楽水の貧民はうてどもよみがえる景色なきまでに静かである実際死んでいるのだろうぽつりぽつりと雨はようやく細かになる傘を持ってこなかった ことによると帰るまでにはずぶぬれになるわいと舌打ちをしながら空を仰ぐ雨は闇の底から少々と降る容易に晴れそうにもない五六軒先にたちまち白いものが見える往来の真ん中に立ち止まって首を伸ばしてこの白いものを透かしているうちに白いものは容赦もなく世の方へ進んでくる半分と立たぬ間に 世の右側をかすめるごとく過ぎ去ったのを見るとみかん箱のようなものに白い切れをかけて黒い着物を着た男が二人棒を通して前後から担いでいくのである大方葬式会焼き場であろう箱の中のは血の見ごに違いない黒い男は互いに言葉も交えずに黙ってこのかんけを担いでいく天下に 勘置家を担うほど当然の出来事はあるまいと思い切った調子でコツコツ担いでいく闇に消える勘置家をしばらくは物珍しげに見送って振り返った時また行く手から人声が聞こえだした高い声でもない低い声でもない夜が更けているので存外反響が激しい昨日生まれて今日死ぬやつもあるし と一人が言うと「寿命だよ。全く寿命だから仕方がない」と一人が答える二人の黒い影がまた世のそばをかすめて見る間に闇の中へ潜り込むひつの跡を追って足早に刻む下駄の音のみが雨に響く「昨日生まれて今日死ぬやつもあるし」と 世は胸の内で繰り返してみた。昨日生まれて今日死ぬ者さえあるなら昨日病気にかかって今日死ぬ者はもとよりあるべきはずである26年もシャバの木を吸ったものは病気にかからんでも十分死ぬ資格を備えているこうやって極楽水を4月3日の夜11時に登りつつあるのはことによると死にに登っているのかもしれない。 ななんだか登りたくない。しばらく坂の中途で立ってみるしかし立っているのはことによると死にに立っているのかもしれないまた歩きだす死ぬということがこれほど人の心を動かすとは今までつい気がつかなんだ気がついてみると立っても歩いても心配になる この様子では家へ帰って布団の中へ入ってもやはり心配になるかもしれぬなぜ今までは平気で暮らしていたのであろう考えてみると学校にいた自分は試験とベースボールで死ぬということを考える暇がなかった卒業してからはペンと陰気とそれから月給の足らないのとばあさんの苦情でやはり死ぬということを考える暇がなかった 人間は死ぬものだとはいかにのんきな世でも承知しておったにそういないが実際世も死ぬものだと感じたのは今夜が生まれて以来初めてである夜というむやみに大きな黒いものが歩いても立っても上下四方から閉じ込めていてその中に世という形態を溶かし込まぬと承知せぬぞと迫るように感じられる世は元来のんきなだけに 正直なところ光明心には冷淡な男である死ぬとしても別に思いよくことはない別に思いよくことはないが死ぬのは非常に嫌だどうしても死にたくない死ぬのはこれほど嫌なものかなと初めて悟ったように思う雨はだんだん密になるので街灯が水を含んで触るとぬれた海面を押すようにじくじくする 竹早町を横切ってキリシタン坂へかかるなぜキリシタン坂というのかわからないがこの坂も名前に劣らぬ怪しい坂である坂の上へ来た時ふとせんだってここを通って「日本一急な坂命の欲しいものは用心者用心者」と書いた張り札が「 土手の横からハスに往来へ差し出ているのを滑稽だと笑ったことを思い出す今夜は笑うどころではない「命の欲しいものは用心じゃ」という文句が聖書にでもある格言のように胸に浮かぶ坂道は暗いめったに降りると滑って尻餅をつく剣呑だと八合目あたりから下を見て狙いをつける暗くて何もよく見えぬ 左の土手から古えのきがブ遠ンに枝を突き出して日の目のかやわのほどに坂を覆っているから昼でもこの坂を下りるときは谷の底へ落ちると同様あまりいい心持ちではないえのきは見えるかなと顔を上げてみるとあると思えばありないと思えばないほどな黒いものに雨の注ぐ音がしきりにするこの真っ暗な坂を降りて 細い谷道を伝って妙賀谷を向こうへ上がって七八丁行けば小日向大町の世の家へ帰れるのだが向こうへ上がるまでがちと気味が悪い妙賀谷の坂の中途にあたるくらいなところに赤い鮮やかな火が見える前から見えていたのか顔を上げるとたんに見えだしたのか判然しないがとにかく雨を透かしてよく見える あるいは屋敷の門口に建ててあるガス灯ではないかと思って見ているとその火がゆらりゆらりと盆灯籠の秋風に揺れる具合に動いたガス灯ではない何だろうと見ていると今度はその火が雨と闇の中を波のように縫って上から下へ動いてくるこれは提灯の火に相違ないとようやく判断した時それがふいと消えてしまう。 この日を見たとき、よははっとつゆこのことを思い出した。つゆこは、よが未来のさいくんの名である。未来のさいくんとこの人どんな関係があるかは、心理学者の津田くんにも説明はできんかもしれぬ。しかし、心理学者の説明し得るものでなくては、思い出してならぬとも限るまい。この赤い、鮮やかな、尾の消える縄に似た日は、よをして確かに、 夜が未来の彩君をとっさの際に思い出さしめたのである同時に火の消えた瞬間が露子の死を未練もなく捻出した額を撫でると油汗と雨でズるズるする夜は夢中で歩く坂を降りきると細い谷道でその谷道が尽きたと思う辺りから また向き直って西へ西へとつま上がりに新しい谷道が続く。このあたりはいわゆる山の手の赤土で、少しでも雨が降るとゲタの葉を吸い落とすほどにぬかる。暗さはらし、靴はかかとを深く土に据えつけてたやすくは動かぬ。曲がりくねってむやみやたらに行くと、ここがきともおぼしきものの鋭く折れ曲がる角で。 たたととまあいにでくわした見ると巡査である。巡査はその赤い火を焼くまでに世の方に押し当てて「悪いからお気をつけなさい」と言い捨ててすれ違った「よく注意したまえ」と言った津田くんの言葉と「悪いからお気をつけなさい」と教えた巡査の言葉とは似ているなと思うとたちまち胸が鉛のように重くなる「あの日だあの日だ」日だと。 は息を切らして駆け上る。どこをどう歩いたとも知らず流星のごとく我が家へ飛び込んだのは12時近くであろう三部神の薄暗いランプを片手に奥から駆け出してきたばあさんがょうな声を張り上げて「旦那様どうなさいました?」と言う見るとばあさんは青い顔をしている「ばあさんどうかしたか?」 と、も大きな声をばあさんも「よ」から何か聞くのが恐ろしく「よ」は「ばあさん」から何か聞くのが恐ろしいのでお互いにどうかしたかと問いかけながらその返答は両方とも言わずに双方とも斬智にらみ合っている水が、水が垂れます。これはばあさんの注意であるなるほど。 十分に水を含んだ街灯の裾と中折れ帽子のひさし,しから容赦なく冷たい天敵が畳の上に垂れる折れ目をつまんで放り出すとばあさんの膝のそばに白じゅスの裏を天井に向けて棒が転がる灰色のチェスターフィールドを脱いで一振り振って投げた時はいつもよりよほど重く感じた日本服に着替えて身震いをして ようやく我に帰った頃を見計らってばあさんはまたどうなさいましたと尋ねる今度は先方も少しは落ち着いている「どうするって別段どうもせんさただ雨にぬれただけのことさ」となるべく弱みを見せまいとするいえいあのお顔色はただのお色ではございませんと 院の坊主を進行するだけあってうまく人相を見るお前の方がどうかしたんだろう。さっきは少し歯の根が合わないようだったぜ私はなんと旦那様から冷やかされてもかまいませんしかし旦那様冗談ごとじゃございませんよえと思わず心臓が縮み上がるどうした留守中に何かあったのか やから病人のことでも何か言ってきたのかそれごらんあそばせそんなにお嬢様のことを心配していらっしゃるくせに何と言ってきた手紙が来たのか使いが来たのか手紙も使いも参りはいたしませんそれじゃあ電報か電報なんて参りはいたしませんそれじゃあどうした 早く聞かせろ。今夜は泣き方が違いますよ。何が？何があってあなた。どうも酔いから心配でたまりませんでした。どうしてもただごとじゃございません。何がさ。それだから早く聞かせろと言ってるじゃないか。千だって中から申し上げた犬でございます。 い<犬>ええ、遠吠えでございます。私が申し上げたとおりに遊ばせばこんなことにならないですんだでございますのにあなたがばあさんの迷信だなんてあんまり人をバカに遊ばすものですからこんなことにもあんなことにもまだ何も起こらないじゃないか。ええそうではございません。 旦那様もお帰り遊ばす中ちゅうとお嬢様のご病気のことを考えていらしたに相違ございません。とおばあさんズバと図星をさす寒い歯が闇にひらめいてひやりと胸打ちを食らわされたような心持ちがするそれは心配してきたに相違いないさそれ遊ばせやっぱり虫が知らせるのでございます。 婆さん虫が知らせるなんてことが本当にあるのかなお前そんな経験をしたことがあるのかいあるなんじゃございません。昔から人がカラス鳴きが悪いとかなんとかよく申すじゃございませんかなるほどカラス鳴きは聞いたようだが犬の遠ぼえはお前一人のようだがいいえあなた。 とおばあさんは大軽蔑の口調で世の疑いを否定する同じことでございますよばあやなどは犬の遠ぼえでよくわかります論より証拠これは何かあるなと思うと外れたことがございませんものそうかい年寄りの言うことは馬鹿にできませんそれは無論馬鹿にはできんさ バカにできんのは僕もよく知っているさだから何もお前をしかし遠ぼえがそんなによく当たるものかなまだばあやの申すことを疑っていらっしゃる何でもよろしゅうございますから妙さ四谷へ行ってごらんそばせきっと何かございますよばあやが受け合いますからきっと何かあっちゃ嫌だなどうか工夫はあるまいか それだから早くおこしあそばせと申し上げるのにあなたがあまり合情をおはりあそばすものだからこれから合情はやめるよともかく明日早く四谷へ行ってみることにしよう今夜これから行ってもいいが今夜いらっしちゃばあやはお留守居はできませんなぜなぜって 君が悪くっていても立ってもいられませんものそれでもお前が四谷のことを心配しているんじゃないか心配はしておりますが私だって恐ろしゅうございますからおりから軒をめぐる雨の響きにいわしていずくよりともなく何者か地を張ってうなり回るような声が聞こえるあああれでございます と婆さんが瞳を据えて小声で言うなるほど陰気な声である今夜はここへ寝ることに決める世は例のごとく布団の中へ潜り込んだがこのうなり声が気になってまぶたさえ合わせることができない普通犬の鳴き声というものは後も先もたでぶち切ったまきを長く継いだ直線的な声である今聞くうなり声は そんなに簡単なにのの声の幅に耐えざる変化があって曲がりが見えて丸みを帯びているろうそくの火の細きより始まって次第にふくやかに広がってまた油のつきた刀身の花と全自に消えていくどこで吠えるかわからぬ百里の陶器ほかから吹く風に乗せられてかすかに響くと思う間に 近づけば軒場を漏れて枕に塞ぐ耳にも迫る「うー」という音が丸い段落をいくつも連ねて家の周囲を23度ぐるといつしかその音が「わわわわわに変化する拍子風に吹き抜けられてはるか向こうに尻尾は「うんうんうん」と化して闇の世界に入る。 陽気な声を無理に圧迫して陰鬱にしたのがこの遠ぼえである。壮峡な響きを憲兵づくで苦痛ならしめているのがこの遠ぼえである。自由でない。圧生されてやむを得ずに出す声であるところが本来の陰鬱。天然の鎮痛よりも一層嫌である。聞き苦しい。世は余儀の中に耳の根まで隠した。 の中でも聞こえる。しかも耳を出しているより一層聞き苦しいまた顔を出すしばらくすると遠ぼえははだとやむこの夜半の世界から犬の遠ぼえを引き去ると動いているものは一つもない我が家は海の底へ沈んだと思うくらい静かになる静まらぬは我が心のみである 我が心のみはこの静かな中から何事かを予期しつつあるされどもその何事なるかは寸分の観念だにない性の知れぬ者がこの闇の世からちょっと顔を出しは狭いかという懸念が猛烈に神経を鼓舞するのみである今出るか今出るかと考えている髪の毛の間へ5本の指を差し込んで むちゃくちゃゃくに書いてみる。「1週間ほど湯に入って頭を洗わんので指の股が油でニチャニチャするこの静かな世界が変化したらどうも変化しそうだ今夜のうち世の明けのうち何かあるにそういないこの1秒を待って過ごすこの1秒も また待ちつつ暮らす。何を待っているかと言われては困る何を待っているか自分にわからんから一層の苦痛である頭から抜き取った手を顔の前に出して無意味に眺める爪の裏が赤で薄黒く三日月型に見える同時に胃袋が運動を停止して雨にあった鹿革を天日で干し固めたように 荒の中が窮屈になる犬が吠えればよいと思う吠えているうちはやでも嫌な度合いがわかるこう静かになってはどんな嫌なことが背後に起こりつつあるのか知らぬ間に醸されつつあるか見当がつかる遠吠えなら我慢するどうか吠えてくれればいいと寝返りを打って仰向けになる。 に見るとその丸い影が動いているようだいよいよ不思議になってきたと思うと布団の上で脊髄が急にぐにゃりとするただ目だけを見張って確かに動いておるかおらぬかを確かめる確かに動いている。 ふだんから動いているのだが気がつかずに今日まで過ごしたのかまたは今夜に限って動くのかしらんもし今夜だけ動くのならただごとではないしかしあるいは腹具合のせいかもしれない今日会社の帰りに池の端の西洋料理屋でエビのフライを食ったがことによるとあれがたたっているかもしれんつまらんものを食って銭を取られてバカバカしい。 寄せばよかった何にしろこんな時は気を落ち着けて寝るのが肝心だと固く目を閉じてみるすると虹を粉にして振りまくように目の前が五色の斑点でチラチラするこれはダメだと目を開くとまたランプの影が気になるしかたがないからまた横向きになって大病人のごとくじっとして 世のを開けるのを待とうと決心した横を向いてふと目に入ったのはふすまの陰にばあさんが丁寧に畳んで置いていた秩父名泉のふだん着であるこの前四谷に行って露子の枕元で例のとおりたわいもない話をしておった時よせというのを無理に布団の上へ置き直って縫ってくれたことをすぐ連想するあの時は顔色が少し悪いばかりで 笑い声さえ常とは変わらなかったのに当人ももうだいぶよくなったから明日あたりから床を上げましょうとさえ言っていたのに今目の前につゆ子の姿を浮かべてみると浮かべてみるのではない自然に浮かんでくるのだが頭へ氷のうを乗せて長い髪を半分濡らしてうんうんうめきながら枕の上へ乗り出してくるいよいよ肺炎かしらと思う。 しかし肺炎にでもなったら何とか知らせが来るはずだ使いも手紙も来ないところを持ってみるとやっぱり病気は全壊したに相違いない大丈夫だと断定して眠ろうとする合わす瞳の底につゆこの青白い肉の落ちた方とくぼんでガラス張りのようにすごい目がありありと映るどうも病気は治っておらぬらしい 「知らせはまだ来ぬが来ぬということが安心にはならん今に来るかもしれんどうせ来るなら早く来ればよい来ないかしらんと寝返りを打つ寒いとはいえ4月という時節に厚湯着を2枚も重ねてかけているからただでさえ寝苦しいほど暑いわけであるが手足と胸の内は全く血の通わぬように重く冷たい」。 手で身の内をなでてみると油と汗で湿っている皮膚の上に冷たい指が触るのが青大将にでもはわれるように嫌な気持ちであることによると今夜のうちに使いでも来るかもしれん突然何者か表の雨戸を割れるほどたたく「空来た」と心臓が飛び上がってあばらの4枚目をける 何か言うようだが、たたく音とともに耳をそうのでよく聞き取れぬ。婆さん何か来たぜ？という声の下から。旦那さんは何か参りました？と答える。よとおばあさんは同時に表口へ出て雨戸を開ける。巡さが赤い火を持って立っている。今しがたは何かありはしませんか？ と巡査は不審な顔をして挨拶もせぬ先から突然尋ねる余とばあさんは言い合わしたように顔を見合わせる両方とも何とも答えをしない実は今ここを巡行するとねなんだか黒い影が御門から出ていきましたからばあさんの顔は土のようである何か言おうとするが息が弾んで言えない 巡査は夜の方を見て返答をてす。夜は化石のごとくぼう然と立っているいやこれは野中ハラハラ失礼で実は近頃この界わいが非常に物騒なので警察でも非常に厳重に警戒をしますのでちょうど御門が開いておって何か出ていったような案外でしたからもしやと思ってちょっとご注意をしたのですが余はようやくほっと息をつく。 喉に仕えている鉛の玉が降りたような気持ちがするこれはご親切にどうもいや別に何も盗難にかかった覚えはないようですそれならよろしゅうございます毎晩犬が吠えてやかましいでしょうどういうものか賊がこの辺ばかり徘徊しますんでどうもご苦労さまと景気よく答えたのは 遠吠えが泥棒のためでもあると解釈ができるからである要は夜が明け次第四谷に行くつもりで6時が鳴るまでまんじりともせず待ち明かした雨はようやく上がったが道は非常に悪い足田をというと配礼屋へ持って行ったぎりつい取ってくるのを忘れたという靴は夕べの雨で到底履けそうにない かまうものかと摩げたを引っ掛けて全速力で四谷坂町まで駆けつける門は開いているが玄関はまだ戸締まりがしてある所生はまだ起きんのかしらと勝手口へ回る清という下総生まれのほっぺたの若い下女がまな板の上でぬかみそから出したての細根大根を切っているおはようダニーはどうだ と聞くと驚いた顔をしてたすきを半分外してから「へえ」という「へえ」ではらちがあかん構わず飛び上がって茶の間へつかつか入り込む見るとおっかさんが今起きたての顔をして丁寧に除輪木の長火鉢を拭いている「あらよそさん!と」と布巾を持ったままあっけに取られたというふうをする。 あら、安雄さんでもらちがあかんどうですよほど悪いですかと口早に聞く犬の遠ぼえが泥棒のせいと決まるくらいならことによると病気も治っているかもしれない治っていてくれればよいがとおっかさんの顔を見て息をのみ込むええ、悪いでしょう昨日は大変くりましたからねえ さあぞお困りでしたろうこれでは少々見当が違うおっかさんの様子を見るとなんだか驚いているようだが別に心配そうにも見えない世はなんとなく落ち着いてくる「なかなか悪い道です」と判決を出して汗をふいたがやはり気がかりだから「あのつゆ子さんは?」と聞いてみた 今顔を洗っていま、をってす。昨夜中央会館の慈善音楽会とかに行って遅く帰ったものですからつい寝坊しましてねインフルエンザはええー、ありがとうもうさっぱり何ともないんですかええー、風はとっくに治りました寒からぬ春風にもうもうたる小雨の吹きばれて青空の底まで見える心地である 日本一のご機嫌にて遭ろうという文句がどこかに書いてあったようだがこんな気分を言うのではないかと昨夕の「君の悪かったのに引き換えて今の胸の内が一層朗らかになる」「なぜあんなことを苦にしたろう自分ながら具のイタリアと悟ってみるとなんだかバカバカしい」「バカバカしいと思うにつけてたとえ親しい間柄とはいえ 用もないのに早朝から人のうちへ飛び込んだのが手持ち無沙汰に感じられる「どうしてこんなに早く何か用事でもできたんですか?と」とおっかさんが真面目に聞くどう答えてよいか分からん嘘をつくと言ったってそうとっさの際に嘘がうまく出るものでもないよは仕方がないから「ええ」と言った「ええ」と言ったあとで 寄せばよかっひと思いに正直なところを白状してしまえばよかったとすぐ気づいたが「A」の出たあとはもうしかたがない「A」を引っ込めるわけにいかなければ「A」を生かさなければならん「A」とは簡単な二文字であるがめったに使うものではないこれを生かすにはよほど骨が折れる何か急なご用なんですか とおっかさんは詰め寄せる別段の明暗も浮かばないからまた「えと答えておいて「つゆこさん」と風呂場の方を向いて大きな声で怒鳴ってみたあらどなたかと思ったらお早いのねどうですったの何かご用なのつゆこは人の気も知らずにまた同じ質問で苦しめるおうおう、 何か急に御用がお出きなすったんだってとおっかさんは露子に代理の返事をするそう何の御用なのと露子は無邪気に聞くええ少しその用があって近所まで来たのですからようやく一方に活路を開く随分苦しい開き方だと一人で腹の中で考える それでは私にご用じゃないの？とおっ母さんは少々不審な顔つきである。ええ、もう用を済ましている。知ったの。ずいぶん早いのね。とつゆこは大いに感嘆する。ええ、まだこれから行くんです。と、あまり感嘆されても困るからちょっと謙遜してみたが、どっちにしても別に変わりはないと思うと。 自分で自分の言っていることがいかにもバカらしく聞こえるこんな時はなるべく早く帰る方が得策だ長座をすればするほど失敗するばかりだとそろそろ尻を立てかけると「あなた顔の色が大変悪いようですがどうかなせやしませんか?」とおっかさんが酒ねじを食わせる髪をお借りになるといいのねあんまりひげが生えているから病人らしいのよ。 あら、頭には羽が上がってたよ大変乱暴におるきなすったのね日和げたですものよほど上がったんでしょうと背中を向いてみせるおっ母さんとつゆ子は同時に「おやまあ」と申し合わせたような驚き方をする羽織を干してもらって足田を借りて奥に寝ているおとっさんには挨拶もしないで門を出る うららかな上天気で、しかも日曜である少々罰は悪かったようなものの夕べの心配は航路上の雪と消えて世の前途には柳桜の春が群がるばかりうれしい神楽坂まで来て床屋へ入る未来の彩君の関心を縁がためだと言われても構わない実際世は何事によらずつゆ子の救うようにしたいと思っているどん。 はししましょうか。と白服を着た職人が聞くひげをそるといいと露子が言ったのだが全体のひげのことかあごひげだけかわからないまあ鼻の下だけは残すことにしようと一人で決める職人が残しましょうかと念を押すくらいだから残したってあまり目立つほどのものではないに決まっているんさん 世の中には随分バカなやつがいるもんだねと世のあごをつまんでカミソリを逆に持ちながらちょっと火鉢の方を見る源さんは火鉢のそばに陣取って将棋盤の上で金銀2枚をしきりにパチつかせていたが本当にさ幽霊だの亡者だのってそりゃお前昔のことだな。 電気灯のつくこんにち。そんなべらぼうな話があるわけがねえからな。と王様の肩へ飛車をのせてみる。おいよ。しこお前こうやって駒を10枚積んでみねえか。詰めたらあたかずしを10銭を追ってやるぜ。一本ばの高橋田を吐いた。下取りの小僧が。 寿司じゃ嫌だ。幽霊を見せてくれたら積んでみせらと洗濯したてのタウエルを畳みながら笑っている幽霊もよしにまでバカにされるぐらいだから幅は利かないわがさねと世のもみあげをこめかみの辺りからそぎ落とすあんまり短かないか近頃はみんなこのぐらいですもみあげの長いのはにやけてておかしいもんだす 何、みんな神経さ。自分の心に怖いと思うから自然幽霊だって増長して出たくならねえ。と歯についた毛を人差し指と親指でぬぐいながらまた玄さんに話しかけるまったく神経だとお玄さんが山桜の煙を口から吹き出しながら賛成する神経ってものは。 さんさどこにあるんだろうと吉功はランプのホヤをふきながら真面目に質問する神経か神経はおめえぼ々にあらなと源さんの答弁は少々漠然としている白のれんのかかった座敷の入り口に腰をかけてさっきから手あかのついた薄っぺらな本を見ていた松さんが急に大きな声を出して 面白いことが書いてあら、よっぽど面白いと一人で笑い出す。なんだい小説か、クいドウラクじゃねえか。と元さんが聞くと、松さんはそうよ、そうかもしれねえと上尾氏を見る。表題には「浮世心理考議録・うやむや道人著」と書いてある。なんだか長いなだ。とにかくクいドウラクじゃねえ。 一体これは何の本だいと世の耳にカミソリを入れてぐるぐる回転させている職人に聞くなんだかわげのわからないようなとぼけたことが書いてある本だがねえり人で笑っていねえで少し読んで聞かせねえと玄さんは松さんに請求する松さんは大きな声で一節を読み上げる 狸が人を化かすと言いやすけれど何で狸が化かしやしょうありゃみんな催眠術でゲスなるほど妙な本だねと玄さんは煙にまかれている説がいっぺん古えのきになったことがありやすところへ玄米村の作造という若い衆が 首をくくりに冷やした。なんだいたぬきが何か言ってるのか？どうもそうらしいね。それじゃあ、タヌキの個性だ。本じゃね。えか、人を馬鹿にしてやがる。それから。説が腕をニューと出しているところへ、古墳しをかけやした。ずいぶんクソゲーしたよ。 タヌキのくせにいやにぜいたくを言うぜ。タイタを台にしてぶらりと下がるとたんせつはわざと腕をぐにゃりと下ろしてやりやしたので作造君は首をくくり損なってまごまごしておりやす。ここだと思いやしたから急にえのきの姿をかくして。 アハハハハと源兵村じゅうへひびくほどな大きな声で笑ってやりやした。すると作造君はよほど仰天したとみえやして「助けてくれ助けてくれ!」とふんどしを置き去りにして一生懸命に逃げ出しやした。こいつはうめえ。 しかし、かたぬきが作造のふんどしをとって何にするだろうおおかたきん玉でもつつむきだろうアハハハハ,ハとみな一度に笑うよも吹き出しそうになったので職人はちょっとカミソリを顔から外すおもしれえあとを読みねえとゲさん大いに乗り気になる 属人は摂が作蔵を馬鹿したように言うやつでげすが、そりゃちと無理でげしょう。作蔵は馬鹿されよう馬鹿されようとして、源兵衛村をのそのそしているのでげす。その馬鹿されようという作蔵君のご注文に応じて、摂がちょっとばかしてあげたまでのことでげす。すべてたぬき一派のやり口は、 今日開業医の用いておりやす「催眠術」でゲして「昔からこの手でだいぶ大宝の諸君子をごまかしたものでゲす西洋のタヌキから直伝に輸入いたした術を「催眠法」とか唱えこれを応用する連中を「先生」などとあがめるのは全く西洋浸水の結果で。 説などはひそかに外端の至りに多えんくらいのものでげす。何も日本固有の技術が伝わっているのに、一も西洋、にも西洋と騒がんでものことでげしょう。今の日本人は、地とタヌキを軽蔑しすぎるように思われやすから、ちょっと全国のたぬきどもに代わって、 せつから諸君に反省を希望しておきやしょう。いやに理屈を言うタヌキだぜ。とおげんさんが言うと松さんは本を伏せて「まったくタヌキの言うとおりだよ。昔だって今だってこっちがしっかりしているやばかされるなんてことはねえんだからな」としきりにタヌキの議論を弁護している。 してみるとゆうべはまったくタヌキにいたされたわけかなと一人で愛想をつかしながら床屋を出る我が家に着いたのは10時ごろであったろう門前に黒塗りの車が停まっていて狭い格子の隙から女の笑い声が漏れるベルを鳴らして靴脱ぎに入るとたん「さっき帰っていらっしゃったんだよ」という声がして障子がスーッと湧くと 露子が温かい春のような顔をして夜を迎えるあなた来ていたのですかえお帰りになってから考えたらなんだか様子が変だったからすぐ車で来てみてのそして昨夜のことをみんなばあやから聞いてよとばあさんを見て笑い崩れるばあさんもうれしそうに笑う 子の銀のような笑い声とばあさんの心中のような笑い声と世の銅のような笑い声が調和して天下の春を7円50銭の借家に集めたほど陽気であるいかに源兵衛村のたぬきでもこのくらい大きな声は出せまいと思うくらいである気のせいかその後露子は以前よりも一層世を愛するようなそぶりに見えた 津田君に会った時当也の景況を残りなく話したら「それはいい材料だ僕の著書中に入れさせてくれろ」と言った文学史津田真方著」「幽霊論」の72ページに K 君の例として載っているのは世のことである。